秋谷が代打で起用されます。ツーアウトランナーなし、まあ、ツーアウトではありますが、ここでまた脇谷が出ますと、このあと坂本、脇谷にチャンスメイク、ベンチからの期待があります。開幕、今シーズンはスタメンでした。開幕戦で決勝打となる逆転2点タイムリー、開幕3戦目は9回に同点タイムリー、その試合は阿部のサヨナラヒットを呼び込みました。そして5月3日広島戦延長10回、ミコライオからプロ初となるサヨナラタイムリーもありました、サヨナラヒットもありました。最高のシーズンスタートを切った脇谷、ただそこから、まあ、状態上がらずファームでの調整、まあ、夏場、脇谷の言葉を借りるならば、まあ、自分がしっかりと調整に使える休みをいただきました、だからこそその時間を使って自分が何ができるか、常に一軍で戦うことを想定し、真っ黒に日焼けしたその顔で脇谷が話していました。呼ばれた時に活躍するために、自分のできる準備、そしてその出番が来るまでのイメージトレーニング、これをしっかりと欠かさない、そう何度も話していました脇谷です。まあ、ここ数年もずっとレギュラーが固定できなくて、セカンドがね、そうでしたね、誰が結局取るのか分かりませんけどもね。まあ、でも先ほどの最後の寺内の守備なんか見てると、やっぱり寺内はうまいなって思いますよね。はい、そうですね、やっぱり、まあ、打つ方で取るのか守備で取るのかですよね、うん、さあ3ボール1ストライク、脇谷が粘ります。おととしは右肘の手術がありました。もう一時は、まあ、3桁の背番号、育成契約、再び支配下に戻ってくる、そんな苦渋を味わったというシーズンもありました。まあ、それで不可思議性、今年の開幕でこれは脇谷で掴んだかなと思ったんですけど、なかなか1年間続けるってのは難しいんですね。再び一軍に戻ってきた脇谷です。どうだ、抜けるか、センター前に落ちました。ツーアウトからランナー一塁、さあツーアウトから三度サヨナラのランナーです。9回から連続そのサヨナラのランナーを出している。